そこのまま二人だけの世界を生きてたよ。よし。スマホが重い。重力、スマホの重力に僕の腕が耐えられへん。昆虫か。昆虫かよ。3台も開ける。アスレから来るね。ああ、みんな寝ちゃいます。ああ、パス。本社やからちょっと欲張っちゃったね。まあいいでしょう。誰が来てた？あるんかい。
ヨヘキしか履いたんちゃうかな、諦めてくれてるわ。よし、工場行ってみる。工場技師でも稼がれるからな。でも多分ロボットを生産してどっか行くからちょっと難しいと思うよな。あ、本体あっちか。オッケー、これ壊したいね。オッケーオッケー、一発殴れた。どこかな、どこかな、okay。 突っ込みます。何やってんねん、規模造成。傭兵がすごい。マジもうロボット生産してんの。まあさすがに無理よね。でかっ、なんか気づかへんと思った。ちょっとやめて、あたす。もう2台回ってるんやけど意味が分からん。ああ、囚人か。よし、隙間をつくようにケバブしたんやけど。引くわ今のケバブは。え、やばくね今の。おい、どこ行ってんマジで。
意味がわからんねんけど、今のケバブよ。教えてくれ。ガチで意味がわからん。どうやったらケバブできんの？マジで。はあ、救助されたし、あ、殴れたし、意味がわからない。どこ行った？ガチでさ、なんで勝てんねんこれで。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。